あの謎のお堂に佇む老婆の銅像が見つめる先に何があると思いますか？あのおばあさんの見つめる先に建物あるの知ってますか？という。どうします？ゴーンと聞こえた？でね、今もうめっちゃ線香の匂いしてあるんですよ。ちゃんと強めです。どこだ？何今の？え、歩いてきてるよね。消せ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 。得体の知れないものが近づく恐怖をあなたは知っていますか？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はーい、ということで始まりました、アカルトスイーパーズ。今回はですね、あれと、もう何回来るんだよと、思ってる方もいらっしゃると思います。そう。本日ターチャイが訪れた心霊スポットは、とあるお堂に来ておりまして、お火水をご覧になられている人なら知っているであろう、この老婆の銅像。時は遡ること一年前。田舎なので街灯も少なく、真っ暗な道を進み、目的地まで進んで、最後の曲がり角を曲がると、真っ暗な一本道が出てくるんですが、その道をヘッドライトが照らした先に、白装束を着たおばあさんが、やや右側に立っていました。老婆の霊を目撃したという掃除依頼で、この場所に訪れた僕たちだが、その場所で見つけたのが、この正体不明の謎の老婆の銅像だった。もう事の始まりは、おかすいドライブで、ここの道、この道の先におばあさんがいたっていうお話から始まって、来てみたら、まあ、不可解なね、なんか銅像があったりっていうことで、何度か来ているんですけれども。そして僕たちは過去2回にわたり、この場所を掃除してきたが、ここで巻き起こる心霊現象、そしてこの銅像に関しての手がかりを未だつかめずにいる。そんな中、あのおばあさんの見つめる先に建物あるの知ってますか？という。あのおばあさんの銅像があったお堂に関して情報提供です。あのおばあさんが見つめる先に建物があるのって知ってますか？その建物が一体何なのかが不明なんですけど、あのおばあさんが見つめる先にボロボロの木造の廃墟があるなんて何か関係があると思いませんかね？ような、DM が届きまして、ちょっと前回僕とジョンタ来た時、サトシは来てないもんね。そうですね、来てないですね。なんかね、前来た時開いたりしてたんだよね、扉がですか？扉が、っていうのがあったんで、ちょっとおばあさんのところ見ながら、まずは、はい、その、廃屋があるってことなんで、そこをちょっと見てみようかなと思っております。それでは早速参りましょう。ベロリンティア。おかすいドライブだとおばあさんっていうのが前回も見れなかったんだけど、うん、この道にさ、今見えたりすんのかな？通ってるなっていう感じはちょこちょこ。やっぱりいるんだね。でね、ここら辺だったよね。そうそう、ここここ。よし、行きますか。待って、めっちゃ線香の匂いしない？確かに。待って、めっちゃ線香臭いよ、ほんとに。聞こえた？うえーみたいな。え、待って、これ大丈夫？誰かいない？Thank you.
します。失礼します。びっくりした、岸の音で。お邪魔します。でここの近くにさ、やっぱり前回ここにいるって言ってたじゃん。そうですね。この前で待ってる人、ま、なんかずっと立ってるみたいな人 いるって言ってたじゃん。はい、今も立ってますね。今もいる。はい、同じ人なのかな。覚えてる限りだとやっぱ身長的には同じぐらいだったと思います。はあ、はあ、なんでここにいるんだろうね。待って、これさ、めっちゃ線香の匂いしない？お線香あるわ。もう一回燃えてるもんね。でね、今もうめっちゃ線香の匂いしてあるんですよ。うん。だからおかしい、昼間に来てるはず。でさ、昨日とか雨降ってるはずだもんね。そうですね。じゃこれ濡れてないよ。確かに灰の跡もありますもんね。ある。マジ誰か来てる。だってこの線香の香りっておかしいぞ。うん、待って、マジ誰かいない。ガサ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 言ってるぜ。うん、誰かいますか。おっ、うん、ゴーンと聞こえた。聞こえ、何でっかい音。ほんとやばい、今日やばいかも。今回で3回目となるこの場所なのだが、今までの日にならないほどのラップ音が鳴り響く。さらにお堂のすぐ近くには比較的新しいお線香が。そしていよいよ問題の方行ってみますか。で、あっちだと思うんだよね。おばあさんの見つめる先に建物あるの知ってますかという。これどこ行く？これ。道にしては険しすぎますね。これ。うん。やば、行ってみます。はい、いた。なんかすごい痛いところがあるから気をつけて。はい、なんすかそれ。なんかすごい痛いところがあって。すごい痛いところ。こっちか。人が通るような道じゃないですもん。うん、けどなんかこれわかる、この感じ。石畳というか、何かを土台としてないとおかしいですもんね。ほんとそう。やべ、どこだ。よいしょ。その建物が一体何なのかが不明なんですけど、あのおばあさんが見つめる先にボロボロの木造の廃墟があるなんて、何か関係があると思いませんかね。これなんだ？なんか近そうじゃねえか、建物。近そう。人が多いと思うのっぽいですもんね、こういうのは。そうだよね。こういう石とか、大きい石とか出てきてんだよね。うん。
あ、なんかまたこれ灯籠みたいなのある。うわ、あったあった、建物だ。老婆の銅像が見つめる先を歩き続け約30分、DM に書かれていたことは本当だった。うわぁ、あったよ、サトシ。本当だ。うわぁ、本当にあった。ここ誰かいる？そうですね、なんか奥に2、3人いるかなって感じはしてますね。うわ、待って、これ引っ掛け傷じゃん。これ、クマいるぞ、これ。気をつけよう。確かに、なんかクマの巣も少ないから本当に通ってるかもしれないです。くそ、クマの巣が。クマの巣あるとか言ってたらクマの巣あった。ついてない？入りますよ。あ、でもちょっと結構気をつけなきゃいけないかもしれないです。どういうこと？なんかちゃんと強めです。本当に？うん、ついてくるかもしれないぐらいな感じが出てますね。マジか。慎重に行こう。誰もいないな。失礼します。失礼します。なんだあれ、何今の？おばあさんの声の時聞こえた？うん、みたい。やばい。やばい虫。蜂だ。スミバチの巣だ。これダメだ。じゃあ一回下がりますか。ちょっとね、スズメバチの巣がありました。あれ警戒の一匹みたいな感じですよね。そうだね。で、本当気をつけよう。そうですね。俺リーチかかってんね。え？一回刺されてるから。リーチかかってんだよね。一応死ぬってことですよね。そう、2回目は死ぬっていう話だけど。なんでそんないけちゃうの？これやばいよ。いや、ここやばい。めっちゃ強いんだ。そうですね。奥にいることは間違いないです。なるほど、スズメバチがいない方から行ってみようか。確かに、ちょっと。おそらく、モンスズメバチというハチが正面玄関で巣を作り、家の中に入れない状態になってしまっている。しかし、僕が見た限りこの家の中に確実にヤバい霊の存在を3体確認。それが何なのかだけでも確認するため、安全な場所を探していく。そんな時だった。一旦頑張ってみよう。こっち側から行ってみよう。警戒の1匹。建物自体はここが最後なのか。お邪魔します。いや、これものくらい、待って、何今の人？でも人、うん、クマ人っぽくなかったですか？でもマジ、うん、え、歩いてきてるよね。来てる。逆に暗くしない方がいいか。そうですね。危ないもんね。
らが来た方向からしてましたもん、ね、あ、でもなんか明かりっぽいのありません？あ、光ってたよ、人だ、人だ、完全に人だ。いや、もう明かりついてる。そうですね。すいませんって言ってました。対応しましょうか。すいません。すいません。こっち人です。何の人だ。人？まあ、人か。怪しい人ではないです。敵意はないです。肝試しみたいな感じです。はい、すいません。肝…人だよね。肝試しみたいな。肝試しかってことないじゃないですか。敵はないです。肝試し来てます。こんばんは。こんばんは。ごめんなさい。はい、 YouTuber？ そうです。おかすいさんです。え、ごめんなさい。おかすいさんですよ。そうです、そうです。お前か。え、上野さん。え、嘘、上野さん。びっくりした。うわぁ、びっくりした。そう、はい、上野さんだ。びっくりした。いや、こっちもっすよ。何か得体の知れない足音に恐れおののいていたが、その正体は上野が行ってきますの上野さんだった。上野さん、たーちゃいさんがオレンジでよかった。上野さんだ。うわ、嬉しい。お疲れ様です。お疲れ様です。え、たまたま？はい、僕さっきまでここで、あの、お堂ロケして、今神社から帰ってきました。はぁはぁはぁ。あ、神社まで行ったんですか？はい、神社まで行ってきました。実は上野さんもちょうどこの時、あの老婆のお堂近くの神社で撮影をしていたという。そんな中、どこからか声が聞こえ、その声をたどったところ、僕たちと遭遇したという。神社行ったことないですけど、神社なんかありました？神社はイノシシさんが暴走してました。え？え？いてはります？いてはります、多分。あと、ここあの、熊の引っかき傷があるんで気をつけてください。お堂？お堂も行きましたよ、お堂行きました。こっち行ったの？いや、なんだ、びっくりした。さっき、え、いつ来ました？いつだろう、30分、40分ぐらい前。うん、さっきまで神社、ここまで帰っ、神社行って帰ってくるのが30分ぐらいだったんですよ。はあ。ほぼ、あれ。今来たんじゃなくてですか？今来たんじゃない。さっき、ね、もっと前に来ました。1、2時間ぐらい前？ 1、2時間以上前に来て、はあはあ、ロケしてて、で、異様に人が歩いてるんですよ。はいはい。だから、おかすいさんたちですかね。どんくらいからわかんないですけど、僕たちいましたけど、僕たちは3、40分ぐらい前、うん、40分ぐらい前にここに来たんですか？そうです。40分ぐらい前にここに来て、でもそそくさと思う、あのお堂を見てこっち来たって感じです。なんか僕の時、うん、あの歩道、え、お堂の前の道を誰かが横切ったりしてたんですよ。タタタみたいな。僕たちじゃないですね。うん、おかすいさんじゃなかったらやばいです。でここやばいんですよ。僕もうあの知ってるんで申し訳ないですけど。確かにおかすいさんたちが来てましたもんね。僕たちここ4回目とかですよ。その時って人とかいました？人いないです。肝試しとか
誰もいないです。ただこう不可解な音とか声とかめっちゃ聞こえます。さっきゴーンと音としたんですけど、上野さんですか、聞こえました？全く聞こえてないです。ゴーンとでっかい音、聞こえてない。聞こえてない、車内にいたからかな、はぁ聞こえてないっていうのも意味わかんないし、ほんとありえないぐらいでかい音でしたよ。うん、どれぐらい、ゴーンみたいな、え、そんじゃそこらの音じゃないの、俺たち飛び上がったんですから、うん、何の音やろ。あとこれちょっとね、見てもらっていいですか。え、こ、こ、いや、そうなんですよ。あ、建物があるんですか、まだ。ほんまや、変わる。で、とにかくこの今、家の中見たいんですけど、いや、マジでご迷惑じゃなかったらご一緒して、いや、もちろんもちろん俺も心強い。うわ、これはおもろい、嬉しい。いや、こんな嬉しいことない。ガチでおもろい。あ、まさか愛知で会えると思ったら、いや、マジで本当に嬉しい。もうちょい、とにかくちょっと行きましょうか。行きます？ちょ、行っていいですか、逆に。僕たちのロケ、え、お、ロケ終わったんですか。いや、終わってなかったですけど、全然こっから交流させていただいて。え、しましょうしましょう。サトシ的に結構強い霊いるらしいんですよ。どこですか。ほんまや、ほんまや、見えますよね。はい、どこですか。奥の方です。左奥、奥の方、左奥の方です。え、ちょっと的確に指示してもらっていいですか。はい、その場に行っていいですか。僕、幽霊さんがいらっしゃる場にこう、ここに幽霊さんいるとしたら、はい、重なっていきたいんですよ。え、どういうこと。サトシさんが見えるから、ここに幽霊さんがいるとして、僕はこう、重なっていきたいんですよ。いや、そのやんないですよ、普通。なんでなんで。いやいや、そのお化けを軽んじてるとしか思えないよ、俺。軽んじてる、お化け、幽霊さんがいるかもしれない、こんなまたとないチャンスを物にしない方が軽んじてますって、うん、この人俺たちだって多分バリテーション上がってるんだよ、多分。違う、サトシさんが見える人だから。ここ今のスズメバチの巣がでブーンって一匹出てきちゃったんですよ。うん、行けます？でもね、こっち側の玄関からだけは行かない方がいい、とにかく。振り？振り？行けんだって言ってください。いやいやいや、やめた方がいいよ。絶対やめた方がいいよ。絶対にやめた方がいいよ。いやいや、そう、スズメバチと、この、ね、引っかいた跡がね、怖いんですよ。これね。ああ。これ引っかき傷なんや。多分ね、これあの、なんて言うんですかね、こうやって引っかいて。そうなんや。研いでる？なんか、うん、劣化とか、経年劣化とかじゃないんや、この木の側の。いや、の可能性も全然ありますけど、あの岐阜なんで全然いるっすね。あ、いるんだ。月は、うん、さっきじゃあ僕がガサガサガサってしたのイノシシさんじゃないかもしれない。あ、クマとかもあるかもね。っていうかめっちゃ廃屋よ。いや、めっちゃ廃屋なんですよ。うわ、こんなとこあるんや。え、待ってよ。はい、なんですか、なんかどうしました。え、どうしました。お地蔵さん向いてる方向、まさにそうなんですよ。ですよね。だから、あの道路に対して背向けてるのおかしいなと思ってたんですよ。確かに。だから、あの方が見守ってるのがちょうど直線でここなんですよ。なるほど。そう。おもろい場所にあるな、確かに。で、ここを見守ってたっていう可能性がありますよね。民家をわざわざ。うん。あ、で、どこにいらっしゃるって言ってましたっけ。今具体的に見えないんですけど、表紙、表紙の向こう側で、そこそこ強いのは一人いて、もうちょっとそれよりかは弱いかなっていうのが一人いるっていう。ね、こっちからいたら、いたらいるんで。待って待って待って、やばい。クマ。クマ。
熊だ。これ熊や。熊だ。一回逃げよう。ね、背を向けずに。多分ガチ怖い。うわっ。どうした？何今の？またでっかい音したね。うん、した。今の音？今の音聞こえた。一回戻ろう。多分熊が、なんか多分何、なんか何を、何を倒してる？うん。何倒したか。いよいよ、あの建物に入れると思った矢先、熊とおぼしき遠吠えが聞こえ、老婆の銅像が見つめるこの謎の建物の掃除を断念せざるを得なくなってしまった。うわー、びっくりした。何？びっくりした。ちなみに、お線香って上野さん？僕じゃない。おかずいさんとは思わんかったけど。俺たちじゃないよ。まだ熊いるわ。いや、ちょっと。まあ、絶対熊だ。本当に熊だ。うわ、本当に熊だ。急ぎましょう。やばいやばいやばい。3回目の掃除で見つけた謎の建物。さらに上野さんと奇跡の鉢合わせをするという大きな動きがあったものの、スズメバチ、そして熊という自然の脅威に襲われ、今回の心霊掃除を断念。はーい、ということで。いや、やばかった。マジで。あのまま続けてたら熊の姿撮れたんですかね。いや、どうなんですかね。ただもう、撮ったら終わりじゃないですか。泣き声聞いたのは初めて。いや、危なかったっすね、本当に。マジでガチで危なかったと思います。いや、上野さん言ってくれてよかったかも。俺、僕ちょっと、熊って思えなかったかも。うん。あ、もしかしたら蜂かもみたいな。蜂かもとか、あとおじいさんの声聞こえたよね。だって危ない、めっちゃ危ない、じゃあ。だから、ちょいちょいおじいさんの声聞こえてたんだよね。そうです。おじいさんの声だ。男の人の声聞こえたっていう感じであったのよ。うん、ははははは、ただ、あの廃屋自体もすごい、スズメバチの巣があったりとかしたんで、一匹出てきたもんね、でっかい、もうやばいのが。だからもうそうなってくると、クマもいれば、だからクマさんもいれば、ハチさんもいるから、うん、人はほんまに出入りしててもお堂まで。かもしれないですね。じゃないとおかしい。だからやっぱりその、あのお堂のおばあさんが見つめる先に建物があるっていうのが、それ本当の意味でしたね。でね、なんか置いてあるものとか一個見たのやつとかは骨董品みたいなのあったんですよ。あ、よくね。へえ。だここまあ行っても冬かなって感じですよね。自然の脅威で今回の掃除は断念したものの、双方のチャンネルで別々に起きた怪奇現象、不可解なお線香、そして新たに見つけた老婆の目線の先に佇む謎の建物。3回目の掃除となる今回で、またさらにこの場所の謎が深くなってしまった。え、上野さん、あれです、ここからどうするんですか。ここからもう、あとはもう東京、千葉あたりは行こうかなと思ってます。1週間ぐらいもういないですけど、5日間ぐらい。せっかくなの、マジですね、ね、ですね。コラボ。せっかくだから。こんな奇跡ないっすよ。いいんすか、逆に。いや、逆に。ええー、ありがとうございます。俺、どっかでしたいなと思ってたんで。あ、本当ですか。はい。うわ、嬉しい。いや、しましょう。あのね、行ったことはあるんすけど、はい、1個だけ、岡水さんと、ぜひリベンジしたいところが。え、どこですか。湯原湖に行ってます。ということで、今回の撮影での縁もあり、僕たちオカルトスイーパーズが上野さんのチャンネルにて藤原号の謎を徹底解明。岡水さんが入ったことある部屋が、はい、鍵が閉まってたんですよ。え？で、え、俺たちが行った部屋が今鍵かかってるってこと？だからそこはさすがに一人で行ったらリスナーさんが心配するんで、誰か一気に、あ、違う、誰か同行をお願いしたいなと。それ言い間違いし、昭和みたいな笑いありますよね。演出の方に言われたことがあるのは、昭和のスターみたいなの回っとるんだ。ちょっと行きましょうか。行きましょう。日程じゃあ合わせて。藤原号、
ご期待ください。だからまあできることなら北海道でも3つぐらいロケはしたいなとは思ってるわけよ。うん、せっかくだったらいいです。だけどやっぱりその熊いない時期ってなったら雪がやばすぎるみたいなやつでしょ。すごいね、それなんか。なんかできることあるかな。そんなん吸ってたっけ、なんか。あ、これすごい煙が今、うん、あ、言ってなかったっけ、これすごい煙が、うん、これターレスネクストって知らない。いや、ごめん、ちょっと勉強不足でちょっと知らんかも。俺の加熱式タバコのようにも使える持ち運び C 社知らない？え、持ち運び C 社？はい、C 社これタバコじゃないからね。え、あ、電子タバコじゃない。異様に煙の量がすごかった。いや、そうそうそうすごいなと思ったんですけど。あ、気になっちゃったってこと。そ、煙の量でちょっと気になっちゃった。俺とかタバコをちょっとね、うん、相当減らしてるのよ。え、ターレスネクストにして、うん、タバコを節約しようかなって、思ってて。そう、このターレスネクストは喫煙の概念を変える次世代電子タバコ。専用カートリッジとバッテリーでなんと約3000回も吸引可能で、紙タバコやアイコスを吸っている方であれば1ヶ月でなんと1万円以上も節約に。これすごいじゃん、めっちゃいいじゃん。こんなちっちゃいのにそんな働くんですか、こいつ。そう、すごいよ。あのこういう電子タバコってさ、うん、どうしてもやっぱりキック感つってガツンとね、こう吸った感じが欲しいのよ。へえ、タバコといえばみたいなことだ。そうそう、喫煙者って、これね、ちゃんとあるんだよね、吸い応えが。めっちゃいい、うん、これがね、ピーチヨーグルトっていう味なのよ。ピーチヨーグルト、匂いがすげえいいのよ、うん、さっきから甘い匂いがするの、めっちゃ。え、それはニコチンとか入ってるやつなんですか。これはニコチン入ってない。あ、あと体にも害がないから、はあ、そう。ちょっとね、何？うん、これ、すごい、なんだこれ。みんなにいつもらったから、すげえ、めっちゃいろんな色が、何ですか？これは何？テンションが上がる量ですね。これ何なの？これはまずこのウルトラハードメンソール、うわ、ディープタバコ。わあ、めっちゃ良さそう。やっぱこのメンソールとか多いんだよね、ね、クラフトコーラとかね。おお、オレンジソーダ。いいね。エナジードリンク、ストロベリーミルク。うわ、俺これちょっと吸ってみたいっすわ。いや、美味しそうだよな、うん、これいいでしょ、うん、でこれちょっとみんなでさ、うん、好きなちょっとフレーバー吸ってみようよ。確かに確かに。いいんですか、いってみようかな。ちょっと甘めのやつを。じゃあ僕はじゃあオレンジソーダをいただこうかな。オレンジソール、うん、じゃあ吸わせていただきます、うん、いただきま す, いいす。こういう感じなんですね。だからかっこいい。これいいな、かっこいいな。で、これね、バッテリーがここにある入ってるからさ、この 別のやつね。ああ、はいはいはい、買うんだけど、それでちょっと。そっか、もうこれ開けて普通に吸っちゃっていいんだもん。お、いや、お、甘っ甘い、甘い、いちごミルクだ。甘っ、すごい。なんか僕ストロベリーミルクを今吸ってるんですけど、確かに甘みがを感じて、うん、おー、びっくりします。ちゃんとストロベリーミルクの味すんの。あ、します、します。めっちゃいい香り、これめっちゃオレンジ。なんかタバコ吸えない人でもやっぱこうやって煙楽しめるって、うん、なんかすごい素敵ですね。まさにそうなのよ。タバコ吸わない人とかでも、うん、タバコ休憩とか挟む人たちいるでしょ。はいはいはい。そういう人たち紛ってタバコで支持されたりとか混じれるんだ。あれに、そういうのもね、いいと思うよ。あれ何の話してんのか気になってたんだよ、あれ。毎回さ。水上ネットワーク。そうそうそう。言ってるんですよ。ちょっとパルマの。オレンジソーダ。うん。いきます。おおすげえ、めっちゃオレンジ。柑橘、甘っ、甘い、めっちゃ美味しいぞ。あなたなんか昔ずっとさ、あの、ぶどう味の食べると持ち歩いてたじゃん。もう持ち歩いてた。あれ、最近、使ってないじゃん。あんま使ってないです、最近ちょっとね。夏場とかちょっとね、ぐちゅぐちゅになるから。あ、なるほど。これなんか代わりに持ち歩いててさ、うん、車の中とかでやったら、ちょっと、しかないですね。いや、確かにいいかもな。ちょっとサトシの選んだフレーバー、ちょっと、バッテリーちょっとさ。あんま、マジで甘い。ディープタバコ。ディープタバコ。どんな味なんだろう、確かに。行かせていただきます。うん。ああ、いい。でもなんか、コーヒー飲みたいっていうか、ぐらい。ああ、でもタバコじゃん。結構タバコか。めっちゃいい。じゃあ、ディープタバコ、失礼します。うわ、すごい、シーシャ。どう？はあ、匂いよ。本当になんかタバコの体験をしてる。要は完全に俺が禁煙するってなった時にこれがあったら絶対いけるかも。お、うん、
それぐらいタバコ感というか、うん、があるわ。あとね、うん、あの市販コンビニとかで売ってるこれとは別の水カプセルっていうね、そのニコチンカプセルをここにこうやって入れたら、うん、もうこれサトシ、もうこれね、何喫煙者、ごめんね、喫煙者話だけども、うん、なんとか、ああいい。これだ、これいいね。あ、もうすげえすげえ。こういうのもできる、要はニコチンを摂取することもできるっていう、はあはあ、コンビニで、はあはあ、これ今1週間くらい今使ってるんだけど、今2日で1箱くらい。じゃあだいぶ節約というか、すごくいい、お財布が相当あったかくなってきてるね。で今回なんとこれね、ターレスネクストさんから、はい、いただきまして、うん、あのクーポンコード、おお、安く買えるんですね。ただでさえ本当安いんですよ。え、いくらぐらい？確かにカートリッジ1つとバッテリー1つのスターターパックで4980円。うわ安いっすね。ただでさ安いのに、こっからクーポンコードを入力で 20% オフと言ってくれましたので、とんでもないところ、ぜひね皆様もよかったら、うん、概要欄の方、コメント欄にも、はい、こうクーポンコードありますので、うん、ぜひぜひお買い物いただけると嬉しいです。吸い応え抜群の持ち運び型 C 社ターレスネクスト、クーポンコードでお得に買える今、ストレス社会の現代に煙という最高の癒し時間をあなたに。